モミ型駆逐艦は、大日本帝国海軍の二等駆逐艦、同慶艦21隻、大正6年度成立の84、艦隊艦制案により計画された、中型駆逐艦。この案では18隻が建造され、続く大正7年度成立の86、艦隊艦制案で二等駆逐艦が16隻、計画され、そのうち3隻が本型で、残りは若竹型に移行した。 本型から1918年から建造が始まり、翌1919 19年末から1922年にかけて竣工した藤永伝造船所と石川島造船所が新たに駆逐艦建造に参加している。設計はミネ風型と駆逐艦と並行して行われ、わずかに先行していた。ミネ風型の小型版という形で、船体形状などがミネ風型と似ている。 兵装は、ミネ風型と比べて手法が1問。魚雷発射管が1機、少なく、また機関出力が小さくなって、計画速力36ノットとしている。桃型や奈良型ではしのげ波性が不十分で、本型はミネ風型と同じ環境前にウェルデッキを設けた、形になった。手砲3問は全て上甲板より一段上にあり、波の高い場合でも、使用可能となった。また、 二等駆逐艦で初めて 53cm 魚雷を搭載した。3基のボイラーは全て重油戦勝になった。石炭燃焼艦では、濃い媒煙によって発見される可能性が高くなり、重油戦勝の方が野戦などで有利だった。タービンは二等駆逐艦で初めて、オールギアードタービンを搭載した。計画上微排水量は奈良型と同じ850トンだったが、出力が21,500馬力となって、 計画速力は36ノットに増大した。基本計画番号は、モミなど8隻が F37、キクなど5隻が F37A、スタなど8隻が F37 バイト。計画排水量は850トンだったが、実際には45トンほど超過していた。後期の間ほど改正で、排水量が増した、とする文献もある。排水量の増加は速力に影響があり、 例えば1920年3月、佐ミサキ沖で実施された2例の講師成績では、排水量893トン、時空魔力 23,165SHPE において、速力34.35ノットを記録している。また、火事を切った時に傾斜が大きく、復元力を増す必要もあった。次型の若竹型では、排水量を900トンにするなど、 これらの点が計画から盛り込まれることになった。タービン形式については、最初の8隻のうち、モミをはじめとする4隻は、ブラウン・カーチス式を搭載。ニレをはじめとする4隻は、ジョン・ブラウンとパーソンズの設計の両方を参考に、三菱が新たに設計した、高圧衝動式、低圧反動式のタービンを搭載した。この背景には、日本海軍はタービン開発に熱意を持っていたが、 ブラウン・カーチス式の製造権を持っていた。川崎造船所は自力開発には消極的だった。そこで日本海軍は三菱にその図面を渡し、新設計のタービンが作られた。ブラウン・カーチス式が無事故で高成績を収めたのに、大使三菱設計のタービンは故障が多く、結局、続く菊をはじめとする7隻にはブラウン・カーチス式が搭載された。また、 その後に続く本型最後の6席には、ヨーロッパのタービンメーカー各社のものを搭載し、実感での比較実験を行った。裏が選挙製造の2席には、キャメルレアード社のパーソンズ式半導タービンを、藤永伝造選所製造の2席には、ジョン・ブラウン社のブラウン・カーティス式を、石川島造船所製造の2席には、エッシャー・ウィス社のツエリー式をそれぞれ搭載した。キャメルレアード社製のタービンは、 外観の仕上げは粗雑ながら、内部の重要部品は成功に作られてあり、実感搭載の運転では、良い成績を収めた。一方、エッシャーウィッシャーは、初めての船舶用タービンであって事故が続出する。一方、その対策を行うことで、日本のタービン技術工場にもなった。結局各館に搭載されたタービンの形式と、製造会社は以下のようになった。本型は、 合計二十一隻と多数が建造され、竣工後は第一艦隊の直江任務に長期間ついた。太平洋戦争開戦時、多くは小海艇に転籍し、あるいは雑液船となって練習任務についていたが、駆逐艦席に残っている艦もあった。小海艇、駆逐艦席にある艦は、船団護衛任務に活躍している。解説は気候、浸水、竣工日、その後、車体は、 太平洋戦争開戦時に駆逐艦席にあった艦。詳細は、もみを、参照1918年12月23日、横須賀海軍交渉で、寄港、1919年6月10日午後3時15分、浸水、1919年12月27日春港から1932年4月1日、除籍、1936年訓練射撃用標的、詳細は、 かやを、参照1918年12月23日、横須賀海軍交渉で、寄港、1919年6月10日午後3時34分、浸水、1920年3月28日春行から1940年2月1日、除籍、詳細は、ニレオ、参照1919年9月5日、呉海軍交渉で、寄港、 1919年12月22日午前10時、浸水。1920年3月31日春行から1940年2月1日、除籍。1940年10月15日、公開学校付属の練習戦。1944年12月17日、二例との区別のため、第一泊裏に解消。1945年7月11日、 横須賀海兵団所属の特攻母艦戦後解体。詳細は、栗尾、参照1919年12月5日、呉海軍交渉で、寄港、1920年3月19日午前9時39分、浸水、1920年4月30日春港から、総海産業中の1945年10月8日、不残港で、食来沈没。 1945年10月25日除籍。詳細は、リを、参照1918年12月2日、川崎造船所で寄稿、寄港。1919年8月26日午前7時、浸水。12月10日春行から1940年2月1日、除籍。詳細は、竹を、参照1918年12月2日、川崎造船所で寄稿、寄港。 1919年8月26日午前7時30分、浸水。1919年12月25日春行から1940年2月1日、除籍。除籍後は、マ舞ル海兵団の練習戦。1944年2月10日、機関学校付属の練習戦。1948年解体。戦隊は、秋田県秋田工房派邸となるが、 1975年、港の外交展開と共に取り除かれた。詳細は、柿を参照1919 19年2月27日、浦賀選挙で、寄港、1919年10月20日午後2時30分、浸水、1920年8月2日春行から1940年2月1日、除籍、1940年10月15日、兵学校付属の練習戦。 1945年2月23日、夏季との区別のため、オースに解消。終戦直後の台風で座礁、解体。詳細は、津川、省照1919 19年3月5日、石川島造船所で、寄港。1920年4月17日午後4時、浸水。7月20日春光から1945年1月15日、高尾にて航空機の攻撃により戦没。 詳細は、菊を、参照1920年1月20日、川崎造船所で、菊を、1920年10月13日午前7時、浸水、1920年12月10日春行から1940年4月1日、昇海艇に類別変更、第31号昇海艇に改消、1944年3月30日、航空機の攻撃により戦没。 詳細は、青を、参照1920年4月1日、川崎造船所で、寄港、1920年11月9日午前7時、浸水、1920年12月20日春港から1940年4月1日、小海底に類別変更、第32号小海底に解消、1941年12月22日、米木島上陸作戦で格座、 放棄。詳細は、萩尾、参照1920年2月28日、裏賀選挙で、寄稿、1920年10月29日午後4時30分、浸水、1921年4月20日春行から1940年4月1日、小改定に類別変更、第33号小改定に解消、1941年12月22日、 米基島上陸作戦で格座、後期、1942年1月10日除籍。詳細は、嘘、参照1920年5月3日、東京石川島造船所で、寄港、1921年2月21日午後3時30分、浸水、1921年5月25日春港から1940年4月1日、小海底に類別変更。 第34号小海底に解消。1944年7月3日、トラック在泊中、空爆を受けて沈没。詳細は、東欧、参照1919年12月6日、藤永現造船所で、寄港。1920年11月27日午前8時30分、浸水。1921年5月31日春行から1940年4月1日。 小海底に類別変更。第36号小海底に解消。スラバヤで終戦。福音輸送中に、インドネシア軍に奪取されたが後に、オランダ軍が接収。詳細は、スタオ、参照1940年。クレで撮影された第35号小海底1920年10月16日。川崎造船所で、寄港。1921年5月9日午前7時30分。 浸水。1921年6月30日春行から1940年4月1日。小海底に類別変更。第35号小海底に解消。1942年9月2日。航空機の攻撃により戦没。詳細は、足を参照1929年から翌年の足1920年11月15日。川崎造船所で寄港。 1921年9月3日午前7時30分、浸水。1921年10月29日春行から1940年2月1日、除籍。1927年の三保の赤事件において、軽巡洋館中と衝突事故を起こしている。1940年10月15日、公開学校付属の練習戦。1944年12月17日、 足との区別のため、第2拍裏に解消。1945年7月11日、横須賀海兵団所属の特攻母艦となるが、後に、東京湾第2海上保留に格座、詳細は、岸を参照1920年11月10日、浦賀選挙で、寄港。1921年5月30日午前10時30分、浸水。 1922年3月23日春行から1940年4月1日、小改定に類別変更。第37号小改定に改消。1942年1月23日、米地区畜間4席と交戦沈没。1942年4月10日除籍、詳細は、連を参照1921年3月2日、浦賀選挙で、寄港。 1921年12月8日午前11時、浸水。1922年7月31日、春鎮太尾で終戦。戦後解体。戦隊は、福井県四河浦港の防波堤に利用された、とされるが移説。詳細は、同館個別項目にて、詳細は、スミレを、参照1920年11月24日、石川島造船所で、寄港。 1921年12月14日午後3時30分、浸水。1923年3月31日春行から1940年2月1日、除籍。1940年11月15日、兵学校付属の練習戦。1945年2月23日、スミレとの区別のため、参考に解消。戦後解体。詳細は、よもぎを。 参照1921年2月26日、石川島造船所で寄港、起航、1922年3月14日、浸水1922年8月19日春港から1940年4月1日、昇海艇に類別変更、第38号昇海艇に改消、1944年11月25日、米戦にアテルの雷撃により戦没、詳細は、 わらびを、参照1920年10月12日、藤永現造船所で、帰港、1921年9月28日午後5時30分、浸水、1921年12月19日春光から1927年8月24日、人頭と衝突沈没、シーウルフから撮影された第39号、紹介底の最後詳細は、タゲオ、 参照1920年12月20日、藤永電造船所で、寄港、1922年3月15日午前8時30分、浸水、1922年7月31日春港から1940年4月1日、昇海艇に類別変更、第39号昇海艇に改消、1943年4月23日、米戦、 シーウルフの雷撃により戦没。モミ型駆逐艦は、姉妹艦21隻からなるが、そのうち16隻は、それぞれ4隻ずつ駆逐隊を組んだ。キク、アオイは、甲風型駆逐艦2隻からなる、第14駆逐隊に編入され、異例の二等級二種の混成駆逐隊となった。後期ロットの3隻は若竹型の若竹と共に、駆逐隊を編成した、佐世保陳樹不隻のモミ。 かや、なし、たけで編成、神風型駆逐艦、春雨型駆逐艦からなる仙台が、大正八年四月一日に、第二十九駆逐隊にスライドして、以来の二代目の、第二十五駆逐隊である。もみは、手記の不調により昭和七年四月一日に除籍され、隊自体も、昭和十二年十月一日に、解体された、所属部隊と所属駆逐艦の編成は、以下の通り、 各艦の館歴は、各艦の項目を参照。1920年12月1日、編成。第1艦隊第1水雷戦隊。1923年12月1日、サセボチンジュフ与日艦、1926年12月10日、第1艦隊第1水雷戦隊。1927年12月1日、サセボチンジュフ与日艦、1932年4月1日。 もみ除石。1937年10月1日、解体。かや、なし、竹は、佐世保鎮守不予備艦となる。2月1日、かや、なし、竹除石。佐世保鎮守不石の2例、栗、津が、で編成。白雲型駆逐間からなる仙台が対象7年12月10日に、解体されて、以来の2代目の第26駆逐隊である。 昭和9年11月15日に栗、津川駆逐隊から離脱して、第11戦隊に編入。その2年後の昭和11年12月1日には、隊自体も解体され、ニレは、第11戦隊に編入された。所属部隊と所属駆逐艦の編成は、以下の通り、各艦の艦歴は、各艦の項目を参照。1920年4月30日、ニレ、栗田編成。 1920年7月20日、春行した津川を編入。1920年8月2日、春行したを編入。1919年12月1日、第一艦隊第一水雷戦隊。1923年12月1日、佐世保鎮守不予備艦。1925年12月1日、第一艦隊第一水雷戦隊。1928年12月10日。 マ魔法用工部予備官、1930年12月15日、サ佐世保鎮守府予備官、1933年11月15日、第3艦隊第11戦隊、1934年11月15日、クリ、ツが、駆逐隊から離脱し、第11戦隊に編入。1936年12月1日、解体、ニレ、は、第11戦隊に編入。 12月1日、2レ、佐世保陳述予備官となる。2月1日、2礼、除籍。12月1日、栗、津が、第3艦隊ごと、市内方面艦隊に編入。11月15日、栗、津が、第13戦隊に編入。11月15日、栗、津が、上海方面特別根拠地帯に編入。1月15日、津が戦没。 3月10日、除籍10月8日、立沈没。10月25日、除籍くれ鎮守不籍の萩、薄、藤、ツタで編成。桃型駆逐艦からなる先代が大正7年4月1日に、第24駆逐隊にスライドして、以来の4代目の第15駆逐隊である。大正15年3月12日には、王国地事件で、藤が警備ながら損傷を受けている。 昭和10年11月15日に、萩が第14駆逐隊に転出、薄、富士、津田の小海底改造のため、昭和14年2月20日に解体された所属部隊と所属駆逐艦の編成は以下の通り、各艦の艦歴は各艦の項目を参照。1921年6月1日、萩、薄、富士で編成、第一艦隊第一水雷戦隊。 1921年6月30日、巡航したツタを返入。1922年12月1日、クレチンジュフ予備艦。1923年12月1日、第一艦隊第一水雷戦隊。1926年3月12日、大告知事件で、富士村省。1926年12月10日、クレチンジュフ予備艦。1927年12月1日、 1> 第1艦隊第1水雷戦隊。1930年12月1日、クレ鎮守府予備艦。1935年11月15日、ハギが第14駆逐隊に転出。1937年12月1日、品方面艦隊第4艦隊。1939年2月20日、解体、ウス、富士、津田は、小海底改造に着手。サセボチンジュ布石の足。 岸、すみれ、わらびで編成。春雨型駆逐艦、白雲型駆逐艦からなる仙台が、大正9年1月に、クレチンジュフ第11駆逐隊に改称されて、以来の2代目の第27駆逐隊である。昭和2年8月24日には、三保の赤事件によりわらびが沈没し、足が大破する損害を受けている。昭和13年12月15日には、舞鶴洋光部に転出し、 第34駆逐隊に解消された。肘、よもぎ、タデの紹介艇改造のため、昭和14年11月15日に解体された。所属部隊と所属駆逐艦の編成は以下の通り、各艦の艦歴は各艦の項目を参照。1922年1月5日、足、わらびで編成。1922年3月23日、巡航した肘を編入。 1922年12月1日、第一艦隊第一水雷戦隊。1923年3月31日、春行したスミレを編入。1923年12月1日、佐世保鎮守フ予備艦、1925年12月1日、第一艦隊第一水雷戦隊。1927年8月24日、ワラビ、事故沈没、足、事故により大破。 9月15日、わらび除籍。1927年8月26日、足、修理のためくちくたいより離脱。サセボチンジュ不予備官。1928年3月、足、修理完了し復帰。1928年12月10日、第一艦隊第一水雷戦隊。1930年12月1日、サセボチンジュ不予備官。 1935年11月15日、解体された第28駆逐隊よりよもぎ、縦を編入。1938年12月15日、舞鶴陽光部に転籍。第34駆逐隊に解消。舞鶴陽光部予備艦。1939年11月15日、解体。肘、よもぎ、縦は、昇海艇改造に着手。スミレ、アシは、 マイズル鎮守府予備官となる。2月1日、スミレ、アシジョ席、佐世保鎮守府席の連・ヨモギ、タデと若竹型の若竹で編成。昭和10年11月15日に解体された所属部隊と所属駆逐艦の編成は以下の通り、各艦の艦歴は各艦の項目を参照。1922年8月7日、連・タデで編成。 1922年8月19日、竣工したヨモギを編入。1922年9月30日、竣工した第二駆逐艦を編入。1922年12月1日、第一艦隊第一水雷戦隊。1923年4月1日、第二駆逐艦は、クレチンジュフ第13駆逐隊に転出。1923年12月1日、サセボチンジュフ予備艦。 1925年12月1日、第1艦隊第1水雷戦隊。1927年3月26日、第1県外艦隊。1927年5月12日、佐世保鎮守府予備艦。1928年4月17日、第2県外艦隊。1928年12月10日、舞鶴横尾部部隊。1929年3月26日。 1> 第一県外艦隊、1930年12月1日、新海洋行部部隊、1934年11月15日、第三艦隊第五水雷戦隊、1935年11月15日、解体、よもぎ他では、第二十七駆逐隊に、レは、第十一戦隊にそれぞれ編入。12月1日、レ第三艦隊ごと、品方面艦隊に編入。 11月15日、連、第13戦隊に編入。11月15日、連、上海方面特別根拠地帯に編入。10月25日、連除席。ありがとうございます。